いやー、やっと来たなって感じですね。満を持してというか、ここかなというタイミングでございます。どうぞ。こんばんは。やっほー、来たね、ジュリ はナ。じめましてですね。いやいや、どこが初めましてなのよ。やめなさいよ。説教部屋、説教部屋、はじめまして。そうね、説教部屋のね、初めましてだよね。よろしくお願いそう、しお願いまします。す。どっかでね、呼ばなきゃと思ったんだけど、まあここかなっていうタイミングだよね。本当ですか？ここでした？ここだなって思う。いや、嬉ここだしい。ろう。ここでしたじゃないよ。結構ファンの方にも、いつ出るの？早く出てって楽しみにしてもらえてたので、嬉しいです。まあ、AKB48 の兼任を解除して、SKE48 専任っていうことになりました。あのあとちゃんとね、このことについて話してたよね。確かに話してないですね。どう？まあ発表して、まあ1ヶ月ちょっとですけども。なんだろうな、あんまり変わったことってまだそんまなだにな実く感して、ないか。でもなんかファンの人から綺麗になったねって言われるんですけど 綺麗になった。多分すっきりしたんですかね 気まあ持ち的ね、に気持ちのすっきりっていうのあるよね。私もね、やっぱ卒業発表してから可愛くなったねって言われるもの。ともと可愛いんですか？ 笑ってるやないか。もともとって笑ってるやないか。いやいや、でもやっぱり自分の知らないところで、例えば何かに決断に悩んでいたりとか、そういうのってさ、女の子って本当に顔に出るからそうね。ですね。まあやっぱり純奈に至ってを決断する前に、まずレナのね、卒業っていう大きな、まあ SKE としても大きなことがあって、その中で感じるその SKE に何が自分ができるんだろうっていうことだったり、発表するまできっとね、ちょっとモヤモヤしてたこともあったと思うんだけど。ずっと兼任をしていて、やっぱ学ぶこととか得るものもやっぱすごく多くて、ああ、よこうかったで AKB のす。良さだったり、逆に SKE はこういうとこがいいんだなって改めて気づけたりとかっそうていうものね。もあったので、やっぱりそれを続けるっていうことにもやっぱ意味がそうだね。あるんじゃないかなっていうのはすごく思っていたんですよ。でも、やっぱり AKB で活動していても、こう自分のその活動の原力っていうのがやっぱ SKE だなって、 SKE があるから SKE のために頑張らなきゃって思えてたので、だったらまずは SKE をもっとよくしなきゃいけないなって、やっぱれなちゃんの卒業があってより強く思ったので、戻りたいなと。そっか、なんかこうファンの人に言われたりとかしたら、こう「ジュリナどうするの？」じゃないけどさ、「レナちゃん卒業しちゃうね」っていうこともきっと多かったと思うし、その時ってすごいさ、そのことに対してすごくピリピリっていうかさ、すごい神経が巡ってるじゃん。そうですヘナちゃんね。が卒業しちゃうって、ヘナちゃんちょっとこうまず泣きそうになっちゃう瞬間もさ、こらえなきゃいけなかったりするけど、ね、大丈夫、レナちゃんいなくなっちゃうけどって言われた時にさ、そそうなんなんだでけすど、よ。それは思い出させないとみたいなさ。だからその時一日中泣きながら握手しましたもん。そっか。だからもうそれがすごく申し訳ないなって思って。感情がね、どうしていいか分かんなくなっちゃう時期あったんだね。やっぱりこうね、笑顔を届けなきゃっていう気持ちがあるのに、自分がそんなんでいいのかなって思った時もやっぱりありました。この SKE の今の現状ってどう思う？なんかああいうふうにたくさんメンバーが卒業してって入れ替わっていく中で、変わっていく SKE っていうものをどういうふうに見てたのかなって。でもなんか周りからは、SKE もうダメじゃないかって言われたりとかしたことはあったんですけど、でも私的にはそうやって思ったことって一度もなくて、やっぱ常にやっぱり成長してると思うし、なんか卒業メンバーがいても、それをマイナスに考えるんじゃなくて、みんながこうそこを、補うって言い方変かもしれないですけど、前向きにみんなで一緒に一つになって引っ張っていこうねっていう気持ちがやっぱ強いメンバーがやっぱ多いので、そうね。今回のれなちゃんの卒業があってもみんな前向きに今成長してるそっか、ところ成か長してるなっ最中か。て。何が一番つらかった？今までですか？SKE として。兼任が発表されて、やっぱり AKB の中でパフォーマンスするっていうこともやっぱすごく楽しいじゃないですか。で、48グループのコンサートの時に、やっぱり自分がチーム K の中にいる姿とか SKE のメンバーも見るじゃないですか。そうそういうだのをね。見て、あ、ジュリナさんって SKE より AKB の方が好きなのかなって多分思ってる子がいすごたいだろう多いな。なって思った時期があって、感じたんだ、それは。その時がちょっと辛いなって思いました。
それは言わなかったの自分で。言えなかったですね。そっか。やっぱ同期のメンバーとかにはやっぱ話したりはするんですけど、なんかあんまり言うよりはじゃなくて SK にいる時のそういう態度でみんなに伝わったらいいなって思ってたので。案外口下手よね。そうなんです、言えないんですよね。そっか。なんか SK のことが好きでとかなんかみんなに言えないんですよ。恥ずかしいじゃないですか。そっか。なんかでもそれがなんかあれだね。面白いね、ジュリーのね。言えないんですよ。そうだからそのなんか、大人と子供の狭間をさ、ずっと AKB にいるから。そうですね。そうだからすごく心配。心配ですか。まあでも青春は本当にフォーティエイトグループなの。そうなのよ。でも、なんだろうな、今思うのはやっぱ高見菜さんが卒業するとなんかこう誰の背中を見ていけばいいんだろうなって思うんですよ。この前もご飯食べてましたよな。だからあともう本当にさえちゃんとかのやっぱ背中を見たいなと思って、ね、でやっぱ SK に来てくれたので、なんか近くで一緒に公演に多く出たいなっていう気持ちとかもあったりして。でもさ、例えばさ、いつかその背中がなくなっていく時があるじゃない、私あのご飯食べた時も、ジュリナはさ、あの優子さんって背中があって、あ、前田さんって背中があって、でマリちゃんだったりとか、ともちんさんとかって、いろんな背中があったけど、高見さんも行っちゃうしって言ってくる、すごく嬉しかったんだけど、でも例えばいつか私も、まあ、もちろん卒業控えていて、さえちゃんでいつか卒業するじゃない、そうですね、その見る背中がなくなった時、ジュリナどうするのかなって、でも初めてのことなので、それがずっとやっぱこう後を追い続けてきて、やっぱもういろんなもう素敵なお手本があったわけじゃないですか。そうね、いろんなね形の先輩がいたからね。だから自分は本当にすごい幸せだなと思います。そのみんなをやっぱ 見れてこれたので、近くで。だからやっぱそうやって言われる、自分逆にそうやって後輩に言われる立場にならなきゃいけないなと思ってるんですけど、あ、でもよかった。なんか見る背中がなくなったら卒業しますみたいなことじゃなくて。それは考える、卒業って。考えますよ。そっか。でもそんなもう近々あるわけじゃないですけど、もちろんね、なんかこう高見菜さんがこう10周年で卒業されるじゃないですか、そうね、だから SKE が10周年まではいたいなって思いました、それを見て。今 SKE は7です。だからあと3年はいたいなってすごい思いました。そっか、届けたいなって、ちゃんとって。そうだね、21です。高見菜さんの21歳っていつぐらいですか。あつこが卒業した次の年。あ、だからあのマリコ様とともちが卒業した年が21歳だった。でもいればいるほど別れも多いよ。そうですね、一番見送るんだろうなと思って。そうだね、はい、ジュリナ相当見送るね。、はい、私相当見送ってきたなって自分思ったけど、相当見送るわ。はい、なんだろうなと思って、はい、頑張りますね。なんか説教部屋なのに全然説教されないんですね。あ、気づいちゃった。私はね、もう結構序盤からね、説教部屋ではねえなってことを感じてんだよね。